初代ブルックバラ死爵初代、ブルックバラ死爵バジルスタンレークブルックは、イギリス、北アイルランドの政治家。アルスター統一党に所属し、1943年から1963年に、かけて、北アイルランド首相を務めた。1888年6月9日に、北アイルランドファーマナ県、ブルックバラコールブルック荘園の地主である第4代。 順段尺アーサー・ダグラス・ブルックと、その妻がアトリュード・イザベラの間の長男として生まれる。ウィンチェスター・カレッジを卒業。1907年に、父の死により、第5代順段尺位を継承。サンドハースト王立陸軍大学で学ぶ。1908年9月26日に、王立フュージリアー連隊の少尉に任官。第一次世界大戦には、 第10景気兵連隊の隊員として従軍した。1920年に退役し、コールブルック荘園の農業経営に戻った。これが、軍事から政治へ、キャリア変更するきっかけとなった。1921年に、北アイルランド元老院の議員に選出されるが、アイルランド共和軍と戦う、アルスター特殊警察隊の指揮官になるためすぐに、辞職した。 1921年に大英帝国勲章コマンダーを受訓。1929年にリスナスケア選挙区から選出されて、アルスター統一党所属の北アイルランド庶民院員の議員となる。北アイルランド首相、ジェームズ・クレイグの内閣において1929年から1933年まで北アイルランド財務大臣政務官補を務めた。 ついで1933年から1941年まで、クレーグとジョン・ミラー・アンドリューズの内閣において、北アイルランド農業大臣を務めた。この際に、アイルランド数密顧問官に列する。ついで1941年から、アンドリューズ内閣の北アイルランド商工大臣を、務めた。1943年5月2日に、アンドリューズの後を襲って、 北アイルランド首相に就任。以降1963年3月までの20年弱という長期にわたって同職に在職することになった。1952年7月1日に連合王国貴族社位ブルックバラ死者区に除され連合王国貴族院議員に列した。北アイルランド議会でも引き続き庶民院議員の議席を保持した。 1950年代半ば以降北たアイルランド経済の脱工業化の流れでプロテスタントの失業者が増大しアルスター統一党のバックベンチャー議員の間でブルックバラ施策は経済に無関心な首相との批判が強まったこの批判が高まるにつれて財務大臣テレンス・オニールを首相に押す声が強まった1963年に健康悪化により来た アイルランド首相を辞した。首相辞任後も1969年の北アイルランド総選挙までは庶民院議員の議席を維持した。1965年からは庶民院の父となった。1973年8月18日に死去した。85歳没。長男は第二次世界大戦で戦死していたため、次男のジョーン・ブルックが爵位を継承した。 1907年11月27日に以下の順断借位を継承した。1952年7月4日に以下の借位を新規にノブされた。1919年6月3日にシンシアメアリーセージソンと結婚し、彼女との間に以下の賛子を設けた。1970年にシンシアと死別した後、1971年に サラ・アイリン・ベルヒーリーと再婚した。ありがとうございます。